本堂内人相門三門なり門主郎かつての、建中寺三門前の様子かつての建中寺本堂の、様子建中寺は、名古屋市東靴椎にある浄土宗の寺院。江戸時代を通じて、代々の尾張藩主の病が置かれていた。慶安四年に、第二代尾張藩主、徳川光友が、父である、初代藩主、徳川吉直の菩提を弔うために、また、 終わり徳川家代々の菩提寺として、終わり藩すべての人々の心の寄り所とするために、下佐国欠場の後継寺十字であった、聖誉マレクルワドン商人を解散として、吉直の遺廃を祀る本堂などが建立された。創建当時は、周囲は石垣と堀で囲まれ、四万八千坪の境内に、多くの堂が立ち並ぶ規模を誇った。境内の東側には大きな松林があり、 鬼門の方角は、京都御所の猿が辻のように凹ませてあった。江戸時代を通じて、無本寺として、達中寺院と松寺も多数有していた。慶安五年、宗門、三角、達中などが完成する。元六十三年、第三代藩主、徳川綱成信夫とお玉屋が混流される。元六十四年、第二代藩主、 徳川光友の病と、お玉屋が混流される。聖徳三年、第四代藩主、徳川義道の病と、お玉屋が混流される。聖徳四年、第五代藩主、徳川五郎太の病と、お玉屋が混流される。教法十六年、第六代藩主、徳川継友の病が混流される。法歴十二年、第八代藩主、徳川宗勝の病が混流される。 明和2年、第7代藩主、徳川宗春の病が混流される。天明5年、大曽根の大火が発生した際、火のついた布団が、本堂の屋根に乗って本堂が炎上してしまい、第5代藩主、徳川五郎太のお玉屋、草門、三門を除いて5つのお玉屋と多くの堂が、消失する。天明6年から翌天明7年にかけて、第9代藩主、徳川宗地と、 第十九世イベム及び、カンアが中高させた。それまでなかった、初代藩主義時家のお玉屋を含めて新たに四棟の、お玉屋が混流されたが、その際、五郎太のお玉屋が、徳川光友室千代姫のお玉屋に改装されている。完成十二年、第九代藩主、徳川宗近の病が混流される。天保十年、第十一代藩主、徳川成春の病が混流される。 高下2年、第12代藩主、徳川成高の病が混流される。海縁2年、第13代藩主、徳川義継の病が混流される。海縁3年、第10代藩主、徳川成友の病が混流される。江戸時代には、達中は、終わり藩付家老の成瀬正虎が創建した、総信院、同じく付家老の渡辺春綱が、慶安5年に創建した受け安院のほか、 交流院、前順院、正信院、光樹院、洋樹院の7院があったが、明治時代になって境内が縮小され、達中もいくつかなくなった。1872年には、自覚が無本寺から地温院末寺に降格されている。また、この年から1875年にかけて、吉直のお玉屋以外のお玉屋や門が撤去されたの寺院に移築された。残された吉直のお玉屋は、 徳川家霊廟とされ、歴代藩主や正室などの遺廃が祀られた。1914年、一万松寺から、初代藩主、徳川吉直室、春姫のお玉屋が当時へ移築される。太平洋戦争中の1945年5月14日に、行われた、名古屋大空襲の際には幸い建物の被害は、 なかったがが徳川宗春の墓に焼夷弾が命中ししてて損傷している戦後、名古屋市は焼け野原となってしまった町を、この際に大規模に改造しようとし、戦災復興都市計画における区画整理を行うこととした。それによって、境内の規模はさらに縮小してしまった。創建時は、東区役所、東海高校、東中学校、筒井小学校なども、 境内地であった。また、区画整理によって1964年には、残っていた達中の送信員と受け安員が移転し、それらがあった場所に、県中寺公園が造成された。現在は、葬門がそのまま残っている。さらに、整理は、歴代藩主の墓所も対象とされた。名古屋市は、市内の墓地を、蓄くさくに新たに作る平和公園に集約しようと、 考え、歴代藩主の墓のうち、一つだけを平和公園に移し、第二代藩主、徳川光友の墓、源のただし工病のみを、県中寺に残し、残りの墓は、尾張徳川や第十九代当主、徳川義地の遺構もあって、魂抜きをした上で三つだけを残して処分し、意外はダビに付して、遺骨とし、重要文化財の初代藩主、徳川義直病、 源の高志工廟がある、瀬戸市の上皇寺に作られている徳川家の骨堂に収めることとした。こうして、平和公園内に整備された、県中寺墓地に第七代藩主、徳川宗春の墓が移されたが、郷土市屋の津田大介の探元もあって、第九代藩主、徳川宗近の墓も助けられ、小牧町の小牧山に移転された。 そして、魂抜き後に残された三つの墓石は、寺表に改められて、現在も当時に残っている。なお、焼夷弾が当たって損傷していた、徳川宗春の墓は2010年に修復されている。1954年、高原院お玉屋が、名古屋東照宮に移築されて、本殿とされた。令状としては、名古屋市観光協会の講演を受け、 1955年頃に大名古屋十二市の恵み当時として、牛年の守り本尊である国造菩薩の霊場となっている。ありがとうございます。